ケーオッ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 ケー、ちょっとボッソボ、やばいやばい、待ってやばい、ちょっと待って、やばい、めっちゃオイルでベチョって固めてきたらなんか髪の毛がなくなった。うわぁ、めっちゃつけすぎた、絶対気持ち悪い。いや、こうやって髪の毛をもう全部止めといて、オイルで、それでこうやってやれば、よし、さっきぶりだよ。ちょっと一旦手洗おう。やばい、オイルだらけになった。雨にそれな、やばい、ここやばい、こっちやばい。まあいいや、お皿洗いじゃない。でもちょっとちょっと充電がなくなるまで配信する。これ買ってきた。なんかさ、うちマジでお水飲めないからさ、飲めないっていうか飲まないんですよ。自業自得なんですけど、お水美味しくないからこうやって味のあるものを買うんです。雨降ってないよ、でもボサボサなの。ゴゴって一気飲み配信じゃないわ、違うわ、回ってない。これもしかして、ありがとうってカウント、嬉しい。ゴゴティーが飲みたくなったんだけど、うちさ、こう家帰ってくるとさ、飲みたくなるもの変わるんだよね。なんかさ、そのお店にいるときはさ、ゴゴティー飲みたかったけど、今なんかコーラ飲みたい。最悪すぎる、本当に。お皿払い、そう、水が一番、水飲めない、水飲むとなんか美味しくない。ニュースになった、水が飲めない子供が増えた。え、うち、もしかしてうち。ダンスさん、チョコミント、ありがとう、嬉しい。そう、水飲めないんですよ、うち。飲めないっていうか飲まないっていうか、なんか味があんま好きじゃない、味がないところが嫌いだから、お水飲めなくて、だから夏バテなんですよ、夏バテ少女なんですよ。お水マジ飲めないから、そう、お水飲めないから本当に夏はしんどいんですよ。だからジュースを買ってきました。これが自分が水分を取る方法です。これこうでもしないと取らないんですよ、水分。これをさ、手に持って帰ってきたよ。そうだよ、カツオのたたきさん、チョコミントありがとう。水加工したら飲める、一緒。え、だよね、やっぱなんか味がないと飲めないです、自分は。一緒、カツオのたたきさんありがとう、チョコミント。そう、イロハスも飲めないですよ。一時期頑張ったんだよ、めっちゃ飲めるように。レッスンの時はでもお水持ってくよ、一番。まあ、レッスンの時までジュース飲んでたら太っちゃうから。ヨーグリーナとか飲むのは、ヨーグリーナも飲めない。どこで買い物行くの、どこで買い物行くの。少し味のする色発見。なんかこれザラザラするんだけど、溺れてるってこと。味のする色発見なんて、あ、桃とか、確かに。でもさ、ゴゴティーならなんかさ、カロリーさ、セーフそうだよね。なんか許される、許容範囲多くない、コーラよりゴゴティーとかの方がなんかカロリーはセーフそうなので選びました。あ、そして今日はちょっとお寿司を食べました。今、さっきお寿司をちょっと食べて、なんか美味しかったです、お寿司。お寿司って美味しいよね。花代ちゃんの将来の健康気になる、それな、毎日コーラ飲んでさ、普通にやばいよね。無糖じゃないよ、将来どうしよう、将来マジで。でも結構なんか耐久がついてるかなと思う。なんかだってさ、こうやってさ、毎日コーラ飲んでたらさ、将来おばさんだってコーラ飲んでも病気ならさそうじゃん。元気でいてそう。なんか冬もさ、冬も半袖でいる男子とかいたじゃん。そういう男子ってさ、多分風邪ひかないじゃん、小学生の。小学生でさ、冬も半袖で学校登校する男子って風邪ひかないじゃん。だからそういうこと、将来病気ならないですよ、毎日ちっちゃい頃からコーラ飲んでるので。お寿司食べた、やば、お寿司美味しかったけどさ、いいですね。なんか鼻歌歌いながら帰ってきました、気分がいい。コーラだから虫歯になってないんですよ。だからつまり将来も虫歯にならないってこと。ゴゴティーの成分表の一番は無糖類なんやな。どういうこと？え、待って待って、甘いからってこと？太るってこと？うち一時期さ、ゴゴティーなんか太らなさそうじゃん、色的に太らなさそうだからさ、レッスンに持ってくさ、お水さ、ゴゴティーにした時期あったよ。太るってこと思ってきて、
歯医者常に通ってないとボロボロなるよ。うち歯医者めっちゃ好きなんですよ。用ないのに行っちゃう歯医者。まあ用あるから行ってんだけど、検診とかさ、なんかあるじゃん、そういう定期的に行くやつ、なんかゴミを取ってもらうみたいな。めっちゃ歯医者好きなの。なんか歯医者の匂いとか歯医者の雰囲気とか歯医者が好き、歯医者のことが好きなんです。自分取れたのが多分、あ、もう最悪、ミルクティーにすればよかった。もう本当にカロリー気にするようにしよう、これから。歯科助手になろうかな。助手、ミルクティーしか買ったことない。マジ？いつもなんかその普通のやつ買うよ。でも自分なろうと思った時期あった、会社系。聞いてください、今日メガネ、あの普通に今日コンタクトつけてないからメガネして、あのちょっとお買い物とか行ってたんですよ、さっき。本当はさっきだけど、でさ、コンビニ行ってさ、コンビニさ、めっちゃ涼しいじゃん。コンビニ出た後さ、めっちゃさ、メガネが曇ってさ、え、どういうことって思った。なんかメガネが曇ったんだよ、別にマスクとかしてないのに曇ってさ、外が暑すぎたのかなと思って思いましたって話です。いつも可愛くないです。土曜日配信します。前歯かけたので。え、かわいそう。なんで前歯かけたの？転んだとか。あ、牛乳買ってくるの忘れた、最悪。外が暑いからか、びっくりしたって話。あ、気分いい。なんか洗濯までできたら最高なんだけどね、今日は。でも今日はちょっと洗濯やめます、明日します。ヨーグルト買ってきたよ、ヨーグルト。あとバナナも買ってきた。夜って日焼けする心配がないからさ、いいよね。やばい、いつもなんかびしょびしょになるんですよ。オレンジだから洗えません。浅いあと1個しかない。100均行ったら鏡を、はあ、鏡買ってこようと思ったのに忘れた。いつも鏡忘れちゃう自分。晩ご飯食べて、え、ご飯食べて買ってかけるんだ。ちょっとあの本当にあの今帰ってきて、まだここぐらいまでしか入ってないんですよ、足を踏み入れてなくて。なんかこの座るのがめんどくさくて、なんか座るのがめんどくさくて、なんかそういう時あるじゃないですか。だからちょっと配信、いつもの配信スポットまで行くのがめんどくさくて、ここにいる今。エトルさん、カツオのたたきさん、ありがとう、チョコミント。ちょっと飲もう。入れよって感じなんですけど、あ、タオルまた向こうにやっちゃった。まあいいや。一旦飲みます。まあでもいいや。だってあんま食べないもん、夏バテであんま食べれない分。たくさん飲んでジュースを、幸せになろうの回だって。うわ、あんまり入れてないね、結構いらない。で、ちょっと飲みます。いただきます。美味しいですね。そう、ゴゴティ水分補給大事。そう、氷が欲しいですね。氷あるんですよね。
コーラ飲むとき用の。うわっ、いった、なんか冷た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 、氷が冷た。うわ、手につくんだよね氷って。これでさ皮剥がれたことあるんだよね、だから怖い、氷恐怖症。ちょっとでかいかな。いいいです、最高。よかった、氷いつも、いつも氷置いとくんです、ジュースのために、家に。そこ氷買う人あんまおらん。氷？なんかさ、え、そう、氷さ、なんかお水で作れるじゃん。でもさ、なんかわかんない、自分さ、なんかあんまさ水道水飲めない、なんか静岡のやつはさ、なんか富士山のさお水だからさ飲めたけどさ、広島はさ飲んでいいかわかんないからさ、ちょっと氷もやめといてる一応。ちょっと汚い、汚れてるんだけど。緑茶に見える。確かに、じゃあさ見た目的にさ緑茶に見えたらさ、つまりさ別になんか何の害もないよね。おいしい、やばい、生き返りますね。いつものコップじゃない。え、これでも最近このコップファンの方がくれたんですよ。めっちゃ重いんですよ。最高。なんかかなは好きなようにしてるのが良さそう。確かに好きなようにしててるからいいね、やっぱ。なんかだからさ、なんか好きなようにして切ると痩せますね。皆さんおすすめ。これ作ってないよ自分では。焼酎ロックって何？めっちゃ細かいな、すごい。氷でも最初の方は作ろうと思ったけどやめた。母さんありがとう。冷蔵庫についてる製氷機、清浄した水じゃなくて水道水使いって書いてあるから、水道水使い。なんで？自分いつもさ実家で氷作るときはさ普通にさ水道水ピピってなんか機械でさ、なんか機械のやつ、機械でさ綺麗に水してくれるやつやってた。すごー。うちさ氷作る機械ついてないんだけど、これなんでやねん。水道水じゃないとダメだからね。そうだから、だからです、だからちゃんです。座って飲んでなくてもさお行儀悪いって思わないで、こう椅子ないんですよ。前まではここになんかゴミ袋が置いてあったんだけど、だからそれに座れたんだけど、ちょっと今座れない、ないから捨てたから、もうゴミ袋いらない服とか入ってたんですよ。だからさそれをさ、なんか段ボールとかさ置いてたんだよ。あ、そう、段ボール置いてたんですここに前。だからさ座れたのにさ、段ボールも捨てちゃった。なんか全部椅子を捨てちゃったからさ、椅子じゃないけど段ボールなんか机代わりするやつみたいな。まだ未成年だよ、19歳。あとちょっとね、20歳。そうね、椅子欲しい。完全に焼酎梅酒ロックや。何梅酒ロックって、そういう歌。無印の水出し白桃グリーンティー美味しいよ。え、桃の味なのにさお茶の味がするの、めっちゃおもろ。いいな、飲んでみたい。そういう変わったやつさ飲んでみたいな。今度は椅子をプレゼントしてもらう。梅、これあれ、桃ゴゴティーです。ゴゴティーですよ、ゴゴティーです。今日買ってきたゴゴティー。最近聞き取れるようになってきた。前より早口じゃなくなったのかな。あーやばい、こうやってジュースが止まんないんですよ。これお風呂入、お風呂出た後もずっと飲むんですよ自分、どうせいつも。もうやだよ。よし、ちょっとこれもうちょっと下からアングルにしよう。いや、なんかやばいなこのアングル。
これと、ちょっと今手が慣れてるからさ、なんか汚いものを触るみたいな持ち方だけど、手が慣れてるだけですよ。手拭いた方がいいか。タオルめんどくさいな、また。買ってきた。オレンジジュース超、なんかさ、夏ってさ、ジュースが美味しく感じるんだよね。本当にダメ。取っちゃう。バナナ切っとこう。めんどくさいから。片付けるのめんどくさくない。砂糖も含まれてる。終わった。太るよ。でも、あんまそもそも食欲がなくてあんま食べれないから夏は。ちょうどいいです、そのぐらい。あ、お風呂入りたくなってきた。なんか、暑すぎて。よいしょ。よいしょ。わあ、なんか美味しくなさそう。美味しくなさそうとか言っちゃいけない。なんか美味しいバナナとかさ、結構あるよね。これ横に捨ててるけど、これ後でゴミまとめるからね。そんな汚い人間と思わないで。後でゴミまとめてるから大丈夫。そう、バナナ食べないよ。バナナは食べない。だってさ、切って取っておく。手元の辺見えてないから大丈夫。よかった、お風呂入って汗かきも OK。 やだ、もううちさ、お風呂入ったらさ、なんか何もしたくなる、なくなる人だからさ、お風呂入ったらもうさ、なんかもうすぐベッド入るよ。みんな何するの、お風呂入ったら。お風呂の後何してるの、みんなのさ、ナイトルーティーン教えてよ。自分のはいつも教えてるから。エアコンつけてない、帰ってきてから。だって部屋入ってないもん、そんなちょっとしか。でもなんか、ね、キッチンはいつも暑いんです。でも今汗かいてももう誰にも会わないし、かなんか顔がベタベタでも誰にも会わないからいいや。めっちゃスローすぎてちょっと首が疲れてきた。マッサージ行こうと思ったらさ、やってなかった。ショック。大好きな場所が。めちゃこれ薄切りしたらさ、美味しいのかな。バナナの味なくなっちゃいそう。危な、なんか歌歌っちゃう。こんぐらいにしとこうかな。お風呂のサウナ機能持ってコーラがぶ飲み。うわ、そんな機能あるのかよ。いいな、お風呂。自分も静岡の家つけてもらおうかな。バナナ滑る。これで滑る。寝っ転がって休みます。自分もなんかいいな。で、何してる？うわっ！久々だ！もういないかと思った！存在してないかと思ったよ。よかった、いて嬉しい。カノルリ。もういないかと思ってた。よいしょ。いいなぁ。なんかサウナとかさ、でも最近なんかたまに思った。なんかお風呂で最上限まで熱くして、でなんかドライヤーその後するじゃん、お風呂出た後で。もうめっちゃ暑いじゃんドライヤーって。その後にエアコンガンガンの部屋入ったらめっちゃなんかもう気持ちいいんですよ。最高に気持ちよくて、なんかあ、サウナってこういうことって思いました。まあ知らんけど、サウナの気持ち、サウナ楽しむ人の気持ちにはなれない。まだお子ちゃまです。私はどんぐらいしようかな。あと2個、あと3回にしよう。よし、こんぐらいにしよう。コングラチュレーション。てかさ、ほんと静岡行ってさ、メイちゃんと遊ぼうと思っててさ、メイちゃんと一緒にラジオ体操行こうと思ってたんですよ、自分。なんかそしたらメイちゃんが今体調不良らしい。最悪。自分が静岡帰るとき元気でありますように。
井出がブロックするから、え違うよ、うちブロックしないよ一回も。ちなみにバナナをこうやって入れとく。あそうマジ、うち本当にさ何も食べないからさやばい。こうやってバナナを冷凍しとけばなんか食べるでしょう。そうめいちゃん、そう入れ替えじっとしてられないから、ずっとできないんですよ。だからこうやってバナナを切ってるんです今。なんでこんな辛いことしなきゃ、えそうマジでなんでこんな辛いことしなきゃいけないんだろうって思う。でもさドライヤーはさ絶対しなきゃいけないじゃん。だからちょっとアルミホイルじゃなくてなんだっけこれ、あなんだっけサランラップが手についた。お風呂でスマホ見てないよ。なんか長いお風呂あんま入ってない。マジ長い風呂、おしお風呂にさ入っちゃうとさ本当に出てこないから。あとなんかスマホ、なんかスマホってなんか見られてるらしいよ。いや気をつけた方がいいよスマホ。スマホうちらのこと見てるから。だからあのあれだよ。お風呂入っててる時さ見られてるんだよ。だから気をつけてみんな。で TikTok でやってた。だからそれ見てからお風呂にあんま持ち込まなくなった。前はめっちゃお風呂で TikTok とかさなんかダンス動画とか見てた。あとお風呂でおすすめの行動一つある。めっちゃがついてる。え、そう、なんかやばいらしいよ。みんな気をつけてね。みんなそのスマホ私たちのこと監視してるからね。うわ推し編の時期かなと思ったのが、やった嬉しい、戻ってきてくれたんだ。レピーマン、なんかバナナくっついてくる手に気持ち悪い。めちゃめちゃしてて、でもバナナ好きで。りょうつうさん大丈夫？え、なんでりょうつうさんお風呂でスマホ見る人なの？凍らせてスムージーしよう。え？凍らせてるよ自分。ほら。これ第一バナナ。第一回。で、こっち側が第二回のバナナ。ちゃんと分けてる。で、これが第三回。結局お寿司とちょっと食べた。お寿司をちょっとだけ、お寿司とうどん食べた。ちょっとスシローのうどんってだんだん安いの。学生時代からずっとスシローのうどん食べてた。わあこれで最後か、悲しい。手が暇になっちゃう。もうちょっとゆっくり切ろう、手が暇になるから。うんああ食べちゃおう。バナナジュース屋さん思い出すな、バナナ見てると。私バナナジュース屋さんで働いてたの。だからこれ永遠にバナナ切ってたの適当に。なんかバナナネチョネチョしててさ包丁が離れてくれないんだけど。コングラチュレーション。うわこれも失敗した。え、そうじゃバナナ、え違うよ、バイトバナナ切る担当じゃないよ。違うよ、バナナ切る担当じゃない、全部担当だって。一人でさ働いてる日もあったんだよ。なんかハゲてない？ちょっともうちょっと全部髪の毛こっちにずらしただけなんですけど。全部一人でやってた時あったよ、ワンオペ。平日は、休日は3人ぐらいいた。だから全部一人でやってたらしい。バナナジュース屋の話控えてたのに思い出してしまう。楽しかったバナナジュース屋さん。
切りますけど、オタクは切りません。切らないわ、切らないわ。なんでオタク切るの、なんで。あ、オタクって言ったらママに怒られちゃう。さっきママと電話したんですよ、お買い物行ってる時に。そしたらよいしょ、あーぐしゃぐしゃなっちゃった。まあいいや、ぐしゃぐしゃで誰も見てない。切ってない。手が暇なったからといって振り回す。包丁も終わった、こいつの出番も終了だ。バイバイ。でまな板あるんだけどさ、ちょっと洗うのめんどくさいから、こんな、ね、サランラップでまな板にしてました。いつも何をしてる。バナナを切ってるんだよ。バナナ切るプロだよ。そうそう、働いてた。ちょっと鼻かゆい、どうしよう。給料未払いだよ。料理してると見せかけて切って冷凍してるだけ。あ、そうそう、なんか料理できると、でも手元映ってないからね、料理してんのかなと思うじゃん。まあ、バナナ切るも立派な料理だよ。包丁使うだけでもう立派な料理。成長、お姉さんになった。ママの仕事で走りでは製造業になりそう。あらー、どうしよう。でもさ、これで自分がアサイ作ったらさ、もうさ毎日食べてる人となるよね。作ってさ冷凍しておいたらさ、アイスみたいになるんじゃない。でも今日はそんなお腹空いてないな。あとちょっとしかない。俺は、あ、入れにって思ってたぞ。え、絶対うちじゃないよ。多分うちじゃないよ、それ。ブロックしたの。他の人はブロックしたんだよ。まな板シート？バナナジュース作ってください。え、牛乳ないんだよ。牛乳あったらいいのに。牛乳あったら作れるのよ、バナナジュース。ゆでかなの特にバナナジュース作ること。うっさー、バナナジュースって誰でも作れるよね。悲しい特技、特技がない人が過ぎやすいな、それ。うちの賞味期限切れた牛乳消費、え、消費、カナヤが消費するよ、全部消費者になる。牛乳欲しい、買ってくの忘れたの、最悪。もう絶対買おうと思ってたさ、ヨーグルトで頭いっぱいだった。しかもしっかり脂肪ゼロ買ってきた。なんかミルクティーさ、レモンティーがさ、ちょっとね太りそうだから、だからちょっとウィンウィン、脂肪ゼロ。まあそれは今付け足した理由なんだけど、やばい、なんでこう髪の毛ないの。普通にさ、普通にありえないから、ちょ隠そう。まあ、いっか。いつもはライブをここ、なんかここね、別に髪の毛ないわけじゃないんで、このライブにしたらあるんですよ、ほら。ないかないか、ここね、あれなんですよ、いつもライブでこう髪の毛、ね、隠してるんですよ、ここ。なんか茶色くあれあるんですよ、なんかハゲ隠しあってなんか茶色くポンポンするんだけど、茶色くポンポンして隠してるんですよ、こういつも。もうこれうちだけじゃないよ、みんなあるから。もうハゲって思わないで、うちのこと。そういうことじゃなくて、普通に塗ってる、いつも塗ってるから、いつも塗ってる。やばい、ちょっと立たなくなっちゃったじゃん、スマホが。正常にハギ配信、そうハギ配信やばい。なんで本当に髪の毛ないの、ここ。でもね、触覚を切りすぎたっていうのもある。なんか髪の毛の部分なのに、なんか間違えて触覚として切ってしまった。ちょっとバナナしまう、腐るよね、危な。何してんだろう自分、本当におバカすぎる。こんなベラベラ喋ってる場合じゃないですよ。
早く切ったバナナしまわないと腐っちゃう。バターのところに入れとこう。バター買ったのに、そういえばバター使う料理してない。だってバターだって料理しないもん。ちゃんと生活できてて安心した。そうだよ、ちゃんと生活できてるよ。うちだってもう19歳だもん。19歳のお姉さんだもん。一人暮らしできる。一人でできるもん。一人でできるもんだもん。あ、これ忘れてたのもよ。絶対味薄くなってるよね。味薄くなってる。カロリーゼロじゃん。バター高い。なんで高いの？賞味期限見とこう。一応ね。自分も最近は偉いので、冷蔵庫の中の賞味期限の切れたものはない。多分だけど。バター賞味期限早い早いって言えるの。あ、12月まで使えるよかった。このポッカレモンいつまでだろう。あれ？あ。このポッカレモンも賞味期限切れてる。悲しい。なんで？一時期ダイエットのためになんか肌白くするためかな。お水が美味しくないから、美味しくないっていうか、お水味ないと飲めないからこれ入れてたんですよ。11月、去年の11月5までだって。2023年早いね。なんかまあいいや、戻そう。まだ使えそう。ポッカレモンなら許されそう。焼肉のタレ、それな、わかる。焼肉したい、タコパしたい。ちょっとタコパしようよ。かなちゃんはいい奥さんになる。嬉しい。うちは将来の夢は一人じゃない、いい素敵な女性になることです。まあそれは嘘だけど。うちさ、家族でタワマンに引っ越す夢見たんだよね。ドッキリ、止まったドッキリ、配信止まっちゃったドッキリ。まあ実際止まったんですけど。自分で自分偉いっていう人は大概偉くない。偉いよ。19歳とか大娘だよ。ポッカレモン賞味期限、だよね。うちもいけると思う。賞味期限切れてもポッカレモンだ。もうそれでうちがお腹痛くなったら許さないんだよ。酒のつまみに生きようとして買った前に賞味期限2ヶ月だ。それ賞味はさ、セーフだよね。あ、これは大丈夫。2026年まで冷凍ってすごいね。私は賞味期限切れたポカレモンゼロなりしてなくていいってことだよ。つまり捨てなくていいってこと？本当に捨てなくていいの？大丈夫？白いところなくしてみんなに見せてあげる。見て見て見て、ハート、ほら、すごい、ハートのいちごです。あ、ちょっとなんかいちごのタレが、タレじゃない、ソース、あ、違う、いちごか、いちごが溶けてます。ハート、見えますか？ハートです。すごい嬉しい。なんかいいことある、知らんけどいいことありそう。ハート、やば、ちょっとこれライト系、なんか光があるからハートに見え、ハートだよねこれ。ちょっと、バッテリー、そう、あと 20% しかないって。まあいいや、そういう日もあると思う。人生ずっと 100% でいるなんて無理ですからね。誰か書いてた、そうやってずっと 100% の元気でいるのは無理ですからって言ってた誰かが。切ろう。
切れてくれよ、めんどくさい。うわ、ちっちゃく切りすぎた。まあいいや、こんぐらいで。そしたら、ああ、明日キッチンお掃除しないといけなくなっちゃった。汚いから。真っ黒黒好き。うなぎ？うなぎ？うなぎ食べないよ。いつもうなぎ食べてないもん。うなぎ食べたこと一回しかない。半年超えてるよ。ブルーベリー賞味期限長いよね。ブルーベリー食べると目良くなるらしいよっていう噂。全部噂。本当か知らないけど。Z さんチョコミントありがとう。入れてすぐお腹痛いっていうのに賞味期限切れたの。ガンガン君、そう、うちお腹弱いんだよね。結構めっちゃお腹弱いの。皆さん私をいたわってください。うちめっちゃお腹痛くなる人間。本当に嘘とかじゃない、かあのかわいそぶってるとかじゃなくて、普通にガチで家族揃って胃が弱いから。危ないものは食べれません。ポッカレモン午後ティーに入れればレモンか。確かに。そしたらさ、あんまカロリーがさ、なんか気にしなくてもいい。すごい頭いいね。ちょっと一旦休憩しよう。1年ぐらい賞味期限で。コーラのマジ平気そう。なんかお菓子はさ許されそうだよね、賞味期限切れてたの。知らんけど、うちは責任取んないよ。すげえ。じゃあ粉々ちょっとコメント読んでゴーっと。2ヶ月過ぎてるよ。2ヶ月はやばいよ。牛乳とか賞味期限過ぎたら危ない。牛乳はなんか危ないことを知ったからやめた。牛乳めっちゃ危ないらしいよ。やばいらしい。だからやめた。でも牛乳は賞味期限切れたの食うなよ。そう思う。そうやって自分も。でもさ、なんかあると食べちゃうよね。そうめん、そうめん食べたい。自分最近気づいたことある。なんか弱い。なんかうちマジから体じゃない、胃袋弱いから、弱くて、なんかマジで何が自分いけないのかみたいな、どういう食べ物がいけないのか、なんか考えるっていうかさ、そういうのをさ控えた方がいいじゃん、普通にさ大事な日のおさまりの日とかに食べるので思って、なんか最近気にするようになったのね。お腹痛くなった時にその前に何食べたかとか。今まで気にしなかったけど気にしてたら、なんか自分パスタがダメな気がする。パスタ食べるとめっちゃお腹痛くなるんですよ。無理だと思った。それでパスタ、あと辛いものもお腹痛くなり、そうチェーンソーのエンジンかけてる。お肉なんだ。お肉なんかもう冷凍してる。アレルギーない。自分アレルギーないです。アップで見たら、アップで見たら、遠くで見たらどうなんだよ。お菓子の中でも酸化が進んで味が変わるものだと気をつけて。そうなんだ。みんな頭いいね。あ、なんかみんな頭いいねって、そういう当たり前か。みんなの方が長く生きてるな。小麦アレルギー。アレルギーなの？いや、アレルギーじゃないと思う、普通に。でもパスタ食べるとお腹痛くなる。なんか知らないけど、
アレルギーとかじゃないよ多分、知らんけど、調べてないから。でもめっちゃお腹痛くなる、アレルギーかな。でもラーメンもお腹痛くなるよ。でもそれは普通に食べ過ぎるからかな。コーヒー飲むと、あ、うちスタバ飲むとお腹痛くなる。なんかこれスタバが悪いみたいな感じだけど、違うの、スタバ飲むとめっちゃお腹痛くなる。カナのママもそうかな。え、ママね、なんかほんと何も食べないよ。マママジやばい。ママの一日の食事やばいよ。なんかでも最近とか大丈夫だけど、なんか前ママなんかめっちゃやばくてご飯食べないのが、なんかほんとやばい。なんかもうこんなちっちゃいおにぎりでお腹いっぱいって言ったりとか、なんか深夜にお菓子食べてそれで終わりとか、なんかやばいよね。やばいよってうちいつもママに言うのに、もっと食べてよって思う。ママには健康でいてほしい。だからママはそもそも食べない、なんか食べないんだよね本当に。マジでなんか本当に何も食べない。一緒にご飯行ってもマジ何も食べないよママ。ピザ、うちピザ食べない。トマト確かに特に高いですが、ありがとう。パンはなんか何食べてもお腹痛くなるんだよね。胃袋が弱すぎるから、胃袋弱すぎ問題。え、アレルギーあんのかな自分。ない気がする。お腹痛くなるだけだもん。わ、最悪。手についた。そうだからジュパスタがダメだなって思いました。だからパスタはあんま食べないようにしてる。なんかないいことが、いいことじゃないなんか予定がある。なんか友達とさどこ行くとかなるじゃん、そのパスタは絶対選ばないかも。最近前は選んでたけど最近は選ばなくなった。ちょっとヨーグルト足しちゃおう。ヨーグルト今日買ってきたから。しかもなんとか質ゼロって書いてあった。なんだっけ、糖質。アレルギーってなんか治るらしいよ。なんかいとこが卵アレルギーだったんですよ確か。めいちゃんのお姉ちゃんが、めいちゃんのお姉ちゃんが卵アレルギーだったのに、え、ちっちゃい頃ね、マジ卵食べたらもう全部出すみたいな感じだったんだけど、今普通に卵食べてるよ多分。だからアレルギーって治るんだなと。お腹緊張したらお腹痛くなる。そもそも緊張することは、え、僕体の前ずっともうお腹痛いってずっと言ってる。 TGC の時もめっちゃお腹痛かった。そう、ママの好きな食べ物はなんかお菓子、なんかね、お菓子じゃない、ママの好きな食べ物はなんだろうな。なんかお猿の、なんかお猿のさ、なんかお猿のパッケージのお菓子、駄菓子みたいなやつじゃない、昔からあるこんぐらいのなんかちょっと長細い感じ。なんか名前わかんない。ママあれ好きな気がする。深夜にラーメンとチャーハン食べたらお腹痛くない。そうさ、絶対さ当たり前やんそれ食べ過ぎやばい。でも深夜にラーメン食べたらお腹痛くなる。この間辛いラーメン、辛ラーメンじゃないけど辛いラーメンを夜食べたらめっちゃお腹痛くて、朝マジ終わったと思ってレッスン行けないと思って頑張った、頑張ってレッスン行った。お腹痛かった。そう、アレルギー検査したことない、あるかな、あるか、さすがにあると思う。ベビースター買いだめ してあるのが我慢できなさそうに。え、
え、どういうこと？くんさんベビースター買いだめしてるってこと？今日ベビースター捨てようかなと思ってた。もうあと2、3分しかないから。おいしそうだわ。これは後でちょっと。右腕だけ細くなっていく。糖質？あ、なんだっけ、何ゼロ？もう分からん、なんとかゼロ。大人だったのあるかな。僕体、僕体緊張する。お猿って言ったらジョージ違うよ。お猿のジョージ見ようかな今日の夜。マルスさんチョコミントありがとう。スギ花粉とダニはアレルギー治る。そうなの？ダニって何？ダニアレルギーって何？何が良くないの？ダメってこと？ダニか。ダニってこの辺にいるよ。やばい、2週間の動きを。何したら増えたの？激辛気をつける。あれ、なんか痛くない？遊んでない。脂質分、そう、ブンブンチョッパーだよ。よし、オッケー。やばい、わかる。なんかさ、明日食べようとかさ、そういうのってさ、結局さ、その日に食べちゃうよね。めっちゃ便利、ブンブンチョッパー。最近毎日使ってまるよ。発電機、そう、エアコン代高いなと思って発電機で来てる。っていうのは嘘、嘘嘘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 ウソップで。やば、なんか今人生楽しい、なんかわかんないけど、みんなありがとう、人生楽しくしてくれて。なんかいきなり人生楽しくなってきた。ハンバーグ、ハンバーグに使えるんだ。ハンバーグうちも作ろうかな。じゃあのめんどくさいけど、そう。おしゃれなサマーニット、これ X で出したことあるから、まださ写真撮れないんだよね。うわ、なんか料理しないのバレた。もしかして料理してる？楽しそう。今楽しい、なんかわかんないけど。さっきさ、なんか結構さ、自分立ち位置とかで悩むじゃん。なんか立ち位置とかさ、その立ち位置とか結構悩むじゃん。でさ、さっきさ、そのなんか人数が少ないアイドルさんを見てたのよね。人数少ないっていうかさ、まあ大体人数少ないけど、48じゃない、なんかそのライブアイドルさんとかさ、人数が少ない、自分の面からがあったりさするグループとかあるじゃん。それ見てて、そういう少人数のグループ見てて思ったんだけど、確かになんかあんま立ち位置とか気にしないわと思って、こう見てる側からしてね。通夜前だったら見つけやすいけど、まあ、結局はなんかその YouTube で見てたから、カメラがさ抜かれるか抜かれないかとかさ、結局はなんか自分の好きな、気になる子とかさ、自分のいいなと思ってる子しかさ探さないわけでさ、まあそれはさ、なんか落ちサビとか歌ってたらさ、この子いいやんってなるけどさ、まあ、それ以外立ち位置ってあんま気にしない方がいいなって思った。何も思わなかったから。でもさ、落ちサビ歌えるとか、なんか落ちサビ一人で歌えるとか、そういう曲あるじゃん、めっちゃいいよね、そういうの。あと入りが一人とかさ、そういうのさ、主役やん。確かに待って、確かに少人数だから立ち位置気にならない、ないか。そっか、そうだった。もう、間違えた、見るもの間違えたわ。普通に大人数グループ見ればよかった。
氷が手についてる。よし、オッケー、終わった。イデカナの配信が終わります。もうそろそろゴミを集めないと汚くなる自分の部屋が。でももうゴミ袋がないよ。なんかバナナの皮がさ、なんか黒くなってたんだよね、朝起きたら。この前ちょ放置しちゃったのね、このキッチンを。バナナの皮を置いといてね。そしたらめっちゃ茶色くなってた。マジ汚くない？なんかバナナがあるだけで汚くない？やばい、ね、さっき。あら、最近配信持ちである。ゴミ捨てます。おりゃ、ポーチ違うよ。夜で朝だけ、1日だけポーチした。1日っていうか一夜だから許して。もうバナナ吊るしておくの？それがあの、なんかバナナ安心するのかな、育って育ったから。だって自分たちだってさ、育った場所でなんか生活するのがさ、安心するじゃん。そんな感じなのかな、バナナも。吊るされたら安心するのかな。うわ、地元だーってなるのかな。じゃあバナナも冷蔵庫の中でさ、なんか早く吊るせよって思ってんのかな。すごいね、なんか感情あるのかな、バナナにも。かわいそう、まだ、あんなスーパーで重ねて置かれて、かわいそう。なんかバナナかわいそうになってきたわ。うちがさ、静岡帰りたいとか言ってるみたいなもんなのかな。僕は吊るされたいと思ってるのかな。え、何？どういう番組？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。なんか楽しい。なんか洗い物してるだけで楽しいんだけど、どうしよう。楽しいって言ってるだけかな。本当は楽しくないのかな。楽しいんだよね。開けると何がある？静岡になる。ここなの。右、左後ろの扉開けると静岡行けるんですよ。あの、ドラえもんで、ドラえもんの道具で言うと、なんかどこでもドアみたいな感じ。静岡行けるんですよね。いつもこれで静岡帰ってますよ。この扉で。バナナスタンなかった。なんか、後ろのところでめっちゃ冷凍されてた。冷凍？保存みたいなされてた気がする。人間の冷凍保存って、動物の動物たちに入れてくれたのかな。動物の動物たち、確かに確かに。わー、確かに。そのさ、偽物かわいそうよね。お金もらえてないのに。え、お母ちゃんが給料ないの普通にかわいそうじゃない？なんでさ、動物園、なんかうちらはさ、こうやって働いたりしてさ、給料もらえるわけじゃん。なのにさ、動物はさ、何時間さ、こうやって人間に見られてもさ、お金もらえないんだよ。かわいそう。何なんだろうね、あのさ、動物ってさ、お金とかあるのかな。ユーロとかドルとかなのかな。どういう系があるんだろうね。草でお金の管理してるのかな。
そういうのめっちゃ気になるんだよね、たまに。たまになんか動物ってなんか毎日何を楽しみに生きてるんだろうとかさ、めっちゃさ、なんか動物について考えるときたまにある。最近はないけど、それで今思った。わぁ、めっちゃキタキタじゃないですけど、キラ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 じゃない。生活は保護されてるけどさ、だって毎日同じ人とさ檻に入れられてさ、毎日檻に入っててさ、毎日同じ面接過ごすの思んなくない？知らない人とかとさ、だってなんかうちらはさ、ツイッターでさ、え、待って、この子可愛いって思ったりさしたらさ、そんなさ見えるわけでさ、スマホないんだよ。楽しいのかな毎日。推しメン見つけるのかな、動物園でさ。あ、人間の推しメンを見つけるのかな。あの猿とかはさ、檻入りながらさ、俺の推しメン、動物園に来てくれる推しメン探すのかな。わー、わからないな、動物の気持ち。まあ、うちも動物だけど。わー、どうしよう、お猿もうちのこと触って思ってた。人間って毎日楽しいのかなって思ってるかもしんないよね。難しい、動物って。え、ここってさ、どこまで見える？どこまで開けたら見える？あ、見えないんだ、よかった。え、アルパカってツバ飛ぶらしいよ、飛ばすらしいよ、ペーって。汚いよね。え、わかる、動物の楽しみって絶対食べることしかないよね。うちもそれよく思う。え、いいな、ウサギね。え、動物界の中でもアイドルとかさ、そういうの存在するのかな、それ気になるよね。グチョブトザコさん、ありがとう。アイス、友達多い。確かに確かに、動物の友達多いよね、いろんな。でもさ、檻から抜け出せるわけじゃないじゃん、その子たちに会いに行けないんだよ、会えないんだよ。悲しくない？どんだけ友達が欲しくても檻から出れないからさ、出たらさ捕まえられるし、網で、網で。かわいそうだよね、動物、かわいそう。え、待って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 、え、ちょっと待って、閉めよう。怖い、こっち側にしよう。動物も人間見て、なんとかやパンピンを疑うのかと考えてる。確かに。動物って難しいわ。ちょっとここにスマホ置こう。こっちにしよう、やっぱ。ダウンライトつけよう。イデカナの新しい配信場所、座りたくない時の配信場所、ちょうどいいな、ここ。高さはエアコンのリモコンに立てかけてる。こっちにしよう。グチョブトジャックさん、ハートありがとう。ゆきのちゃんに怒られる。あ、怒られちゃう。ゆきのちゃんと遊びたい。東京行ったら遊ぼう。動物園でじっと見てくる場合は仲間とも。やだー、怖い、仲間じゃねえよ。ドン、会いに行く、アイドル。ウサギめっちゃ可愛いわ。しょうがない、子宮球なくし。やばいやばい。え、さっきさ、赤ちゃん泣き声聞こえて、マジ赤ちゃん、赤ちゃん見たくなった。赤ちゃんに会いたくなった。そう、クローゼットです、ここ私の。あ、そう、そういえばさ、見て見て見て、可愛くないこのリュック。これゲームセンターで撮ってからさ、メイちゃんにあげようと思ってさ、自分じゃちょっとさあれだから、メイちゃんにあげようと思ってからさ、ちょっとずっと放置してた。そういえばやばくない、ウーバーみたい。ウーバーじゃんこれ、ウーバー、偽ウーバー。おうち公演し、あ、できる。でもここまでしか映んない、ここまでしか下がれないもん。ててててて、しかもちょっと下からアングルなの、ちょっとやだ、なんかこんぐらいがいいな。壁にべったりつけたい、いい感じ。
赤ちゃんに会いたい。いとこと。深木さん、かわいい、ありがとう。今さ、これさ、さやんさんがくださったさ、このさ、かわいいかわいいさ、ジェラピケのさ、このスリッパを履いてるからさ、私は身長が高いだけど、高いけどさ、これさ、脱いだらさ、めっちゃ低いんだよね、ほら。低くない？結構これ身長漏れるんですよ、めっちゃ厚底だから。これが、ビフォー。これが、アフター。結構厚あるな、これがビフォー。ゲーセンに撮ったやつ、そう、ウーバーごっこ。ウーバーです。ランドセルあるよ、家に、実家に。これで学校通おうかな、高校もう一回通ってこようかな。ランドセル、自転車走ってる人、小さい割には大人っぽい。え、嬉しい。そう、逆？大逆じゃないよ、合ってるよ。自分学校でリュックとか使うとき前に消費人でした。なんでかっていうとね、前の方がね、こうやってね、手置いたりできるしね、欲しいものが取れるんです。え、このバッグめっちゃさ便利じゃない？だってさ、結構入るんじゃない？まずこのチャック結構入ります。その後のこっちのチャック、え、めっちゃ入る。なんかいいね、ダンゴムシ育てたよ、この中で。めっちゃいいやん、めいちゃんにあげよう。これめいちゃんにあげる。めいちゃん、だからちっちゃい子はこれさ、しょってる分には別に何も思わないよね。多分うちとかしょってるとあれってなるけどさ。ぶちぶとさこさん、ありがとう。ウーバーのバイト。そう、ポーチ結構入る、これ。え、でもこれいいね、なんかライブとかのさ、ライブとかで持ってこうかな。だってさ、メイクとかさ、道具入れるのいいよね。でもそしたらライブ後に遊べなくなる、遊べな、ご飯とか行けなくなっちゃう。これだったら、だって普通に恥ずかしくね、めちゃ目立つし。もう一回高校通ったら卒業。え、最近さ、高校行きたくてさ、ちょっと友達にガチ相談してみた。今からもう一回高校行ったらさ、行けれんのかなって相談してみた。十分大丈夫だよ。ヤクルトレディ、何ヤクルトレディって。そう、はい、っていう感じで、これはメイチにあげるので出番はおしまいですね。待って、そうって感じですね。これさ、クローゼットあげたらめっちゃ服見えるじゃん、危ない。いいので、カメラを裏にしてました。はっつ、確かに普通にさ、高校じゃなくて大学だよね、今行くとしたら。まあ行かないけど。高木さん、ありがとう。旅行行くときはリュックスーツケース、旅行行くときはなんかスーツケース結構、あれ、うちリュックどこやったっけ、一番新しいリュック買ったんだよね、そういえば。どこやったんだろう、あれ、え、自分さ、最近リュック買ったの、そういえば黒いリュック。どっか行っちゃった、さっき映してた、え、そうだっけ、え、リュックで、キャリーケース、前までキャリーケースだったんだけど、結構大荷物だし、結構隙間できるから、なんかライブでお出かけするときは、ライブで遠く行くときはキャリーケースは別に邪魔になるかなと思って、最近リュック持ってってたんだけど、静岡やるときはキャリーケースが多いけど、キャリーケースだとね、静岡からね、運んでもらえるの、ママに、そのままだから自分持って帰らなくていいから、帰りだから、キャリーケース使ってたことがあったんだけど、リュックどこ行ったんだろう。ちょっと一回この中見てみよう。あれ、どこ行った、私のリュックが。あった、あった、あった、あった。
ありました。あれ役なんない、あった、端っこにめっちゃ挟まれてた、かわいそう。満員電車大変ね、確かに。って感じで、ちょっと暑い暑いからエアコンつけよう、一回エアコンつけます。よいしょ。つけてなかった、暑いよ、暑い、本当に暑いです。結構習い事通ってたことある、めっちゃ通ってた習い事は、昔小学校の時めっちゃ通ってました。今通ってないですけど、例えば何かって言われたら、うーん、習い事、めっちゃ習ってたよマジ、塾2個ぐらい行ってた、塾、ペン習字、チアダンス、サッカー、陸上、バスケ、卓球、チアダンス2回目。普通、あと、和太鼓とか、なんか、普通なんかヒップホップダンスとか。よー、チケラーイエーみたいな、そういうダンス。ブレイクダンスみたいな、そういうのとか、なんかやってた。もう1時間経ってる。え、なんか足細くなるから痩せるかも。エアコン、あ、ちょ、うち落ち着けないからマジでさ、座って配信するより、座って配信するとなんか落ち着けないから手をなんかいじりたくなるんですよ。立って配信するともうこうやって10秒もこうやってじっと立ってられないことに気がつきました。そうなんです。今日ラメつけました。ここに見てください、ラメ1個、こっちも1個です。どうですか、暑い、マジ暑い、ちょっともう配信終わりにしよう、ちょっと暑いから今からお風呂行ってベッドで寝っ転がって映画見ます。眼球交換したい、いいよ交換しようよ、入れ替えの眼球。今からも映画、何の映画見ようかな、お風呂頑張れないよ。眉毛切ったらさ、なんかここなんか少なくなった量が、もうやだー、俺入ってるよ。眉毛切るな、わからないな眉毛って。一緒に映画みんな一人で見るよ。海の始まりマジでハマったから、ちょっとそういう系のなんか探したいなと思います。ではでは、ドローンします。入れかなは13位モンジさん、12位高幸さん、11位ひろゆきさん、10位 Z さん、9位空がいなつさん、8位グッチョブトサッコさん、7位タックン、6位ダースーさん、5位たかしさん、4位つねさん、3位ハローさん、2位カツオのたたきさん、1位はタンタン。ありがとうタンタン、ありがとうタンタンです、ありがとうございました。こちら見てないよ、ありがとうございました皆さん。はぁ、あつあつ、マジあつ。おやすバナナ、今からバナナ食べますよ。もう暑いので、あ、よかった冷たくしといて、ちょうど凍ったの食べれます、ありがとう、バイバイ。